はい、こんにちは、大島です。久しぶりのね、新しい動画となりますけども、この度ですね、メルカリ転売の方なんですが、結構ね、どうしても出品がなかなか時間が取れなくてできないとか、あとは、発送作業みたいなのも、なかなかね、不器用だとなかなかできないという方が、非常に多いんでね、今回これをね、自動化させる、仕組みを今作っています。で、ほとんどね、できているので、今回ご説明しようと思います。例えばですね、今、メルカリのツールの方で使っている、ツールですね。ツールで、商品を出品する、リストですね。Excel ファイル。CSV ファイル。はい、この CSV ファイルを、外注するというような、今、人を見つけました。で、これもすでに今ね、2、3人、待機しておりますので、言っていただければ、発注の方をかけられます。で、どれぐらいの単価かというと、だいたい、1リスト、40円です。はい、1リスト40円。なので、これ基本的に100リストから、頼みますというふうに外注さんには言ってるんですけども、なのでですね、100リスト作ってもらって、4000円と。で、一口、4000円からですということですね。はい。で、100リストを、これはですね、要は、Excel ファイルに、このリストを作ってほしい人、はい、リストを作ってしてほしい人が、例えばこういうふうに、Excel ファイルで、ね、CSV あると思うんですけども、この CSV ファイルで、こういうなんか商品名とかいろいろあると思うんですけども、Excel がね、わーっとあると思うんですけども、そこに自分の URL、出品したい商品の URL をわーって貼るだけです。貼るだけ。で、これを貼るだけで、あとの、この他の画像をダウンロードして、ここにタイトルつけてもらったりとか、普通のタイトルつけてもらったりとか、ジャンルを、数字を入れてくれたりとかっていうのを、その外注さんがやってくれるということですね。これ非常に簡単ですよね。しかも4000円だったらね、もう皆さん、在庫転売やってる方は、すぐにわかると思いますけども、100リスト作ってもらって、4000円だったら絶対元取れると。誰でもわかると思うんですけども、確実に元は取れると思います。はい。で、これを外注しましょうという話ですね。で、これが、4000円で100リストなので、これが ZIP ファイル。ZIP ファイルあとアップロードするだけですよね。ツールにアップロードするだけ。その状態で、納品されます。ァイルで納品されますと。ね、この ZIP ファイルで納品されると。で、今回これが1つ。で、これは実際に、一人で200リストでも300リストでも200リストでも頼んでも OK です。一応外注さんがですね、3名いますので、多分、ね、今いる人たちだけで回せば大丈夫だと思うんですけども、もし足りなかったらまた新しい人見つけてくるんで、その辺は、好きな、リスト。これちょっと早いもん勝ちになってしまうので、最初の方はね、早くこれいいなと思ったらすぐに、頼んでください。で、もう一つ目が、これが、出品の方ですね。出品の自動化。で、こっちが、コメント対応。と、発送作業。コメント対応と発送作業を、外注するということですね。で、これは、私の方で人材を探しましたので、大体主婦の方とか。主婦の方とかに、やってもらいます。で、主婦の方っていうのは、子供がいたりとかすると、パートも出れないし、家にずっといなきゃいけないけども、その最中になんか仕事できないかって思っている人とかも結構いらっしゃるんで、そういう人をかなり見つけています。で、こういう人に、要はこのコメント対応と発送作業を頼むということです。で、これが大体基本的に、月、3万円から、雇えます。
ね、これも、うちの会社の方で、用意してます。なので、ここまでできる人は、すごく、かなり自動化できるんじゃないかなと。実際自分がやることは、商品を見つけて、URL を集めるだけみたいな。それだけで済むということですね。はい。で、この主婦に関しては、当然ね、作業量が多ければ、5万円、10万円って、当然ね、上げなければいけないですけども、例えば、月ね、10万円超えている、収入がね、10万円超えている人だったら、3万円をね、引いても7万円残りますと。はい、で、7万円で結構利益減っちゃうんじゃないかと思いますけども、その時間がね、圧倒的に増えますから。まあ、在庫を抱えてる人でも、その主婦の家に、在庫を送って、で、そこから発送してもらうんで、実際に自分がやる手間っていうのがほとんどないというふうに仕組み化できます。はい。そうですね。で、今回は、この2つの、仕組みがね、自動化できる仕組みが、ある程度整いましたので、この、動画でね、発表させていただきました。で、実際にツールね、何アカウントってこうね、複数アカウント持っている方に関しても、じゃあどういうふうに外注すればいいのかっていうのは安心してください。今はね、一番上に最近入った、暗証番号登録っていうのがあると思うんですけども、あの暗証番号登録で暗証番号と自分のメールアドレスを登録すると、第三者にあのツールのアカウントごと渡しても、引き出し申請するときだけは、暗証番号の入力が必ず必要になります。はい。なので、あのツールで 10アカウントね、5アカウント持ってる人でも、あのツールをそのまま、ログインにパスワードを主婦に教えても大丈夫ということですね。はい。で、実際にこの主婦さん、ね、作業ちゃんとしてくれるのかどうかとか、あとはその、実際に、ね、商品をね、間違って消しちゃうんじゃないかとか、多分いろいろなね、不安とかもあると思いますけど、これ、私の知人にね、やってもらったりとかしてて、その結構身内系の、つながりの人たちにお任せしてるし、一人統括してくれる、人を、立ててますので、この辺は、安心していただいて大丈夫だと思います。もし何かありましたらね、うちの会社の方で、保証はいたしますので、その辺は安心して頼んでいただければなと思います。はい。では、こんな感じでね、今回は、外注ですね。外注化をして、時間を増やそうということですね。まあ、利益を増やす、時間を増やす、両方の目的でも構いません。あとは、実際にまだ3万円じゃなくて、まだ10万円じゃなくて、まだ実際に3万円しか稼いだことないし、とか、まだ5万円しか利益ないしって方でもやった方がいいと思います。はい。で、5万円だったとしても、2万円に、利益2万円になっちゃうけど、その代わり出品する、数が圧倒的に増やせるんで、他の手間がなくなりますからね。コメント対応したりとかってなくなるんで、これも全然ありだと思います。で、外注しちゃって、もうあと全部自分が商品選ぶだけ、リサーチの時間も使えるし、商品の選定の時間も使えるし、ということで、まあ、1回3万円いった人はね、1回3万円とか5万円いった人は、まあ、本気出してね、また改めて今回、この外注を使うんだっていう気持ちでね、もう今ちょっとね、マインドが落ちてしまって、1万とか2万とかなってしまってる人であっても、ちょっと頑張ってね、1回3万5万ガーって、スピードでね、稼いで、で、そこから外注化してね、自動化させるというところをぜひ目指していただきたいなと思います。ね、なかなかここまで環境が整っているところはないと思いますので、ぜひこの環境をね、活かして頑張っていただければなと思います。はい。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございました。